みのなおさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前テニスやめた方がいいよみたいなことを、まあ、いろんな書き方で書かれるっていう。やっぱカラオケとかで歌うのはモーニング娘とかオレンジデイズとか、ネットのミスをするくらいだったらアウトのミスをしろって言われて、はいはい、育ったので、もう引退されたんですけど、伊達公子選手はすごいテニスに対する情熱とか愛情があって、うん、やっぱり錦織選手は、うん、あんなにオンコートで強いのに、うん、好きな男性のタイプとかなんかどうですか？好きな男性のタイプ、剣心さんという方からで、はい、プライベートも含め、今までで一番苦労したことは何ですか？びっくりしたのは、旅慣れしすぎて、うん、いつだったかな、オーストラリアに遠征に行ってた時に出発時間に空港に着いちゃったことがあって、はいはいはい、で飛行機乗り遅れたんですけど、一人で、うん、移動してたんですけど、うん、全く焦らなかったですね。なんかもう旅慣れしすぎて、はいはい、普通にカウンターに行って、はい、チケット変えてもらって、はい、待ってる自分がいて、うん、ちょっとそれに気づいた時にゾッとしましたけど、なんでこんなに冷静なんだろう私と思って。親御さんの質問も多くて、はい、はい、じゃあこれいきましょうか。はい、じゃあ続きまして、いもこさんという方からで、プロを目指そうと思った時の話を聞きたいですと、あとジュニア時代に大切にしていたことを聞いてみたいですという、はい、ことなんですけど、幸運にも一番最初に通ったテニスクラブにその県で強いジュニアが集まってて、でそのうちの一人の子が、私は将来全日本ジュニアに出てウィンブルドンジュニアに出てプロになるって言ってたんですよ。で私も、じゃあ私もそれってなって、はい、そこからなんとなく全国大会を目指し始めたんですけど、そこで出会ったのがやっぱり加藤選手だったり、今はもうプロではないんですけど、小汗美穂選手とか、二宮誠選手とか穂積恵里選手を見て、すごいってなって、私も彼女たちと同じところで戦いたいって思って、上を目指して行ったっていう感じです。結構スムーズに全国大会とかも出られたんで、質問にもあったんですけど、そのジュニア時代にこう大切にしていたことというか、なんか意識していたみたいなことってなんかあるんですか？教え方だったんですけど、うん、その当時のコーチの、うん、ネットのミスをするくらいだったらアウトのミスをしろって言われて、はいはい、育ったので、うん、あまりこうミスを恐れずに伸び伸びやれたのがすごい良かったなと思ってますね。あとは週に1回10キロ走るっていうのを母親と決めて、うん、それを何があっても走ってたっていうのはちょっと自分の中で自信にもなってて、その当時誰よりも走ってるっていう自信になってたんで、それは欠かさずやってて、一回市民体育館みたいなところに行って、すごい混んでたので30分でしか走れないって言われたんですよ。交代してくださいって言われたので、はい、で5キロくらいしか走れずに家に帰ったら母親に今日早かったねって言われて、なんか正直に話してしまって、したら10キロ走るって約束でしょって言って、日曜日にもう一回連れてかれて走らされたっていうのが今でもすっごい思い出に残ってます。ウッチーさんからで、はい、超シンプルです、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、はい、今までは餃子って答えてきたんですけど即答で、うん、最近ちょっと餃子が脂っこくなってきて、うん、どうしとった？はい、とか言いつつチキン南蛮そっちの方が脂っこいって今声が聞こえてきました。日本に帰ってきて必ず食べるのは納豆、納豆とお味噌汁、うん、もうそれさえあれば、うん、何もいらないって感じです。行った国の料理を食べるようにしてるんですけど、うん、必然的に日本食が恋しくなるので、うん、行った国々のご飯を楽しむっていうのも、うん、楽しみの一つだと思ってるので、うん、であとやっぱりご飯食べたいってなって帰るのも、うん、それまた楽しい。で、美味しいご飯が食べれた時に、うん、なんか幸せ感じるので、うん、そのちょっとした我慢も楽しみの一つ。なるほど、ね、はい、我慢して我慢した方が美味しく食べれる、はい、そうなんですよ、ことですか、はい、本当にじゃあ嫌いな食べ物は本当になくて、生肉が苦手です。
あ、生のお肉、はい、そういうのがダメなんですか。はい、だからレバーも生じゃなくて焼いてある方が好き、うん、へー。52歳の青年さんという方からで、はい、一番仲がいい選手は誰ですか、あとは一番憧れている選手は誰ですかという。一番仲いい選手は、うん、あのもう間違いなく加藤美優選手。加藤美優さん、はいはい、普段も一緒に練習してますし、うん、あのプライベートでご飯も遊びに行ったり、うん、旅行に行ったりも一番彼女が多いです。そうですよね、なんかよく写真上げられてますもんね、はい、私のインスタグラムほとんど加藤美優選手と写ってる写真じゃないかっていうくらい一緒にいます。ディズニーとか行かれてますよね、はい、そう、まあ、彼女フットワークがすごい軽いので誘ったら基本的に OK してくれるので、うん、憧れの選手とかはどうですか。憧れの選手はやっぱりもう引退されたんですけど、伊達公子選手はすごいテニスに対する情熱とか愛情があって、伊達さんがこうコートに立ってる姿を見るだけでもモチベーションが上がるというか、今はやっぱり土井選手と奈良選手はもう本当に背中を追ってる感じですね。2人でここあの同じようなキャリア、30位台まで行って、あの小柄な体ですごいなと。やっぱりあの2人ともランキングが落ちて苦しんでる時期もあの見てるだけにやっぱり本当にすごいなと思って、いつまでもこう背中を追っていきたいって思ってます、でも後輩にも本当に優しい、私たちより下の後輩にも本当に優しくて、オンコートでもオフコートでも素晴らしいです2人とも、男子の選手とかね、憧れとか尊敬する選手っていますか。やっぱり錦織選手は、うん、あんなにオンコートで強いのに、うん、あのコート出ると、うん、本当に私たちと同じ目線でこうお話をしてくださるので、うん、私たちと一緒にご飯に行って私たちと同じなんか会話をするっていうのがちょっと考えられなくて、やっぱりなんか強い人って人柄も素晴らしいんだなって思います、うん、本当に。ゆかりさんという方からで、はい、多くの大会に出場していますが、好きな街、お気に入りの観光スポットはありますかというご質問なんです。私の母はゆかりなんですけど、これもしかして私の母じゃないですよね。でも全然、ね、誰でも Google ホームから応募じゃない。今まではニューヨークが好きだったんですよ、うん、なんか何でも揃ってるし、きらびやかな感じが好きだったんですけど、うん、最近はヨーロッパ、やっぱりなんか建物が可愛らしいっていうのもあったり、なんかゆったり時間が流れてる感じがして好きですね。うん、そのヨーロッパの中でもピンポイントでこことかあります？ローマ結構楽しいですね。なんか観光スポットに行けば人もたくさんいて、なんかお店もいっぱいあるんですけど、ちょっと車で移動すると田舎っぽい雰囲気の街があったりとかして、うん、あのすごいお気に入りです。ローマ行ったことないから。プリンスローマ行ったことあります？ありません。今あるようななんか出方だとね。あ、バンクーバーすごいおすすめです。バンクーバー、はい、自然豊かで栄えてる場所もあって、やっぱり住むなら日本がいいです。日本の田舎、田舎、はい、じゃあ東京とかではなくて、はい、長野県がいいなと思います。長野、はい、私星見るのが好きなんですけど、はい、あっち村っていうのが長野にあって、星がすごい綺麗に見える場所があるんですけど、そこがなんかイメージがあって長野に住みたいって思ってます。ジャークーさんという方からで、覚えた。デートするならばどんなところに行きたいですかというご質問です。鎌倉。鎌倉、はい、うーん、美味しいお魚、なんかしらす丼食べたいです。じゃあ鎌倉に行きたい、はい、車で行きたいです、電車じゃなくて。運転をされるんですか？しません、あの免許持ってないんですよ。あ、免許持たれてないんですか？はい、取る予定は？取りたいんですけど時間がなくて、親からのプレッシャーがすごいです。早く免許取ってって言われるプレッシャー。好きな男性のタイプとかなんか
どうですか。好きな男性タイプ、笑顔が素敵な人。ありがとうございます。うるさいか。あとは高いレストランとかじゃなくても、うん、なんか何気ない食事をしてて、うん、なんか美味しいっていうタイミングがとか感じる瞬間が一緒な人。一緒な人。美味しいな。でも結構食べ物が私にとって人生において結構なんか部分を占めてるので、やっぱ食べ物 の趣味が合う人と一緒にいたいですね。うん、これ渋谷か渋谷かちょっとわからないですけど、はい、じゃ あの渋谷さんに行きたいんですけど、はい、メイクについて教えてください。はい、使っているメイク道具とか、あとは松エクとか、はい、ネイルとか、あとエステなどがあれば教えてくださいってことなんですか。はい、はい、メイクは、はい、ほとんどしないです。遠征中はほぼしないと言っても、うん、過言ではないくらいしないんですけど、うん、やっぱこうオフの時期とかは、うん、一応やっぱもうすっぴんで外に出ていい年齢は終わったので、うん、超えたので、はいはい、一応メイクはするようにしてます。道具とか日本で買うんですか、海外でも。日本で買いますね。でも減らないんですよ、使わないんで、うんうん、だからもう何年も前に買ったアイシャドウとかが、うん、結構3年くらい使えてしまうとか、減らないので、はいはいはい、はい、なんであんまり持ってはないですね。なんかこのブランドが好きとか、あんまりないです。こだわりはなくて、うん、定番の色とちょっとピンク系の色を2つ持ってれば、うんうん、基本的にメイクできるので、はいはいはい、でも日焼けは結構するのでエステは行きます。月1くらいは行ってますね。肌むっちゃやられますもんね。そうなんですよ、はい、将来への投資、将来への投資ですね。はい。まあ、ネイルとかどうなんですか。ネイルはしないです。やっぱりこう長期間遠征に行ってしまうと剥がれてしまったりするので、うん、それが嫌なので、うん、しないですね。加藤美優選手がすごいネイルが可愛くて、もう結構頻繁に変えるんですけど、いつ見ても可愛くて、すごいなと思いながらも自分はやらないっていう。なるほど。はい、松江区とかも結構行かれるんですか。いや、しないです。なんか昔やったこともあるんですけど、それこそ遠征行ってると取れてきてしまって、うん、まだらになるので、うん、やらないですね。TNK さんという方からで、はい、英会話力はどのようにして身につけられてますかというところですね。英会話力は15歳の時から1年半かオーストラリアに留学してたので、その時に、うん、ある程度聞き取りができるようになって、うん、で昔から外国人ぶるのが好きだったので、うん、それでなんかちょっと喋れるようになってっていうので、うん、で今は洋画を見たり海外のドラマ見たりして、うん、フレーズを覚えたりして、あとは他の選手と喋ってる時に聞き慣れない単語が出てきたら調べるとかして、合間合間にプチ勉強してます。いろんな国の選手と練習するので、その時にその人の国の言葉でありがとうって言いたいっていう気持ちはあって、うんうん、で、できるだけ調べてなんか言うようにしてます。そうすると向こうからこう笑顔が、うん、おーすごいねみたいなで、ちょっと話が弾んだりするので、なんでありがとうは、うん、調べて言ったりします。何を言ってるかは分かるんですけど、自分が言いたいことをやっぱ100は伝えられないので、うん、それはちょっともどかしさはありますけど、でもみんな優しいんで、頑張って伝えようとしたら聞いてくれるので、うん、なんかダブルスとか練習とかの、で程度だったら困ることはないです。じゃあ日比野さん、最後に、今後の目標とあと夢などを述べていただいてよろしいですか。はい、はい、やっぱり来年東京オリンピックがあるので、もうそこに出てメダルを狙えるような選手になるっていうのが目標ですね。うん、やっぱり夢は、うん、日本代表として戦ってメダルを取るだったりとか、日本代表として戦ってこうフェドカップで優勝したりするっていうのは小さい頃から自分の夢ですね。では本日のゲスト、日比野奈緒さんでした。ありがとうございました。
内山さん完全に全部忘れてきたんで、はい、あの今度内山さんのご自宅にあの訪問させていただいて、その時あの別撮りするんで、はい、よろしくお願いします。すいません、今折れちゃいましたね、指が。もうシャルディに負けたっていうより、うん、あの試合勝ってればケイ君と試合できたんですよ。そっか、決勝で。もうしてますね。どういう感じだったね。もっと近く、はい、すいません。石堀圭さんとかいたら、やっぱ彼の存在って大きかったりしますか？いや、めちゃめちゃ大きいですね。やっぱりチームにいるだけで、やっぱり、うん、